卒業生入場。卒業生代表挨拶。僕たちは今日、僕のヒーローアカデミアウルトラランベルシーズン7を卒業します。今日まで導いてくださったホークスこと高見圭吾先生、ありがとうございました。あなたは早すぎる男でした。いや、強すぎる男でした。自由自在の飛行に加えてオートエイムで段数豊富のアルファ、ウォールハックできるガンマ、そして数発当たればヒーローやヴィランが地獄行きの超火力のベータ、ラピッドの域を超えています。先生は僕たちの中ではれっきとしたナンバーワンです。先生のおかげで大切な仲間がヒロアカを辞めていきました。仲間とのこの時間は永遠ではないということを教えてくれていたのだと今ならわかります。今を大切に一生懸命生きろよというメッセージだったんだなと。そしてガチャ課金キャラなので個人的にはあと30日は調整がないと思っています。これがどういうことかわかるか？終わりってことだよ。いまだにエラー落ち頻発、行動不能バグあり、一部のキャラでは攻撃したのにダメージゼロ、マッチシステムの変更、ソロは正直きついです。いや、辛いです。しまいには勝手にキャラを選ばれて、勝手に出撃して、勝手にキャラ選ばれた人はロビーで抜けますよね。そりゃこうなると初動から人数不利が確定、スタートからもう勝てるわけがありません。今日僕たちは僕のヒーローアカデミアウルトラランベルシーズン7を卒業します。本当に今までありがとうございました。バンダイナムコゲームさんのおかげで僕たちは成長できました。ご迷惑おかけしました。以上で卒業式を終わります。一同礼。卒業生退場。